こんにちは、速稼塾のここです。先日はですね、ズーム対談の方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はメルマガの方でそちらの方も連絡してくださってね、私も拝見して改めてクリックしてみたんですけども、まあ、あっという間の1時間でしたね。で、今回はね、リノアちゃんにちょっとね、まあ、動画作成をしている上で多分こういうメッセージを送ったらちょっとね助かるんじゃないかなと思いまして、ちょっと新コーナーを作りました。それはですね、リノアちゃんに一問一答のコーナーでございます。これは一つ私が質問したらそれに対して一つ答えるみたいな感じなんですよね。今日は特別にですね、3つ同時に質問しますので、それぞれ3つに分けて動画で返信していただければいいんじゃないかなと思います。それでは行ってみましょうか。まずね、いや、リノアちゃんにとってお金っては何でしょうか。お金、お金の定義といいますか、お金に対してどういうふうに考えているかってことですね。ちなみに私はお金は通信簿だと思ってます。通信簿は誰からもらうんでしょうか、先生でしょうか。お金に関しては周りの人から自分がどんな点をつけられたかっていう通信簿ですよね。ですんで、お金に困ってるってことはきっとですね、周りの人があなたには点数が例えば30点ですよ、40点ですよみたいなね、赤点をつけられている状態だと思います。まあ、ですので追試を受けなければなりません。追試っていうのはビジネスですとか、なんかね、投資家なんかでお金を稼いでいかないといけないんで、周りの人にもっとね、貢献したりとか信用されるような、そんな活動をしなければ通信簿の点が上がることはないよって感じですよね。それからね、人っていうのはいろんな事情を抱えてますよね。事情の塊が人間、人と言ってもいいでしょう。そしていろんな事情でこっちは有利、こっちは不利みたいな形があるわけなんですよね。それを五分五分にするためにお金で埋めてるってところがあります、ね、例えばここに10万円の商品がありますと。10万円を出せば誰でも買えるんですよ、でも中には10万円の商品をタダでもらう人もいるんですよね。割り引いてもらう人もいるんですよ、それは人徳ですとか人望だとか、それから10万円の商品を売っている人そのものとかね、社員割引とかありますよね。だからいろんな立場によって10万円のものがまるまる10万円でなくて8万円で手に入ったり、中古屋に行って、それがね、誰かからもらえたりとかね、そんな経路で安く買えたりするわけなんですよね。まあ、そういうふうにね、人の事情っていうのは様々あるんですけども、その事情を埋めて五分にして付き合うのがお金、そしてその事情を数値化したものがお金なのかなと思います。まあ、話し返すと、お金っていうのは自分自身につけられた社会からの通信簿だということですよね。だから結構裕福な人っていうのは社会からの評価が良かったとも言えます。それは資本主義経済はそういうふうに考えた方が分かりやすいのかなと思うんですよ。ただし、こういった資本主義が全くないところでね、古代マヤの暮らしみたいなところになってくると、そのお金ってものが基本的にありませんから、なんかね、お互いに本当に助け合うっていうかね、これご飯できたからあげるよとかね、なんかご飯作ってるんだったら食べてあげるよみたいな、そんな関係なんでしょうね。まあ、お金っていうのは人の事情を数値化したものとも言えるかなと思います。だから、まあ、通信簿って考え方があるんじゃないかなっていうことですね。はい、じゃあ2つ目いってみましょうか。2つ目はね、時間ですね。時間についてはどう思いますかっていうのが次の一問一答です。私はね、時間は何かっていうと、そのロールプレイングゲームでいうとヒットポイントだと思います。ヒットポイントっていうのは自分の生命力ですよね。攻撃を受けると減ってしまうんですよ。で、最後にその時間がゼロになった時がゲームオーバーで死にましたみたいなね、死んだみたいな感じなんですけども、時間ってのはまさにゲームが始まる、人生が始まった瞬間にずっと減らされてるんですよ。人間は活動するとどん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 自分の生命というかね、ヒットポイントというか時間っていうものを消費しながら、その消費した時間を何かに変えてるんですよね。例えば1時間働いたら1000円もらえるよってことは、自分の生命の中から1時間を差し出して1000円もらうみたいな、それが時給の正体なんで、とてもじゃないけどやってられないですよね。自分の命を一部削ってお金に変えてるわけですから、ちょっと1000円じゃ渡せないよなって形になります。ただし若い頃は社会経験もないし自分の能力も低いんで、1000円っていうのの価値の方が生命の時間よりも貴重だったりします。でも年を取るに従って残り時間が少ないわけですから、1時間とか2時間がね、1000円2000円じゃとっても売り渡せないものになっちゃうんですよね。でもなぜかね、時間が経てば経つほど人は自分の時間を粗末にしがちなんですよ。なんか意味のないことに時間使ってみたりとかね、意味のないことにお金使ってみたりとかね、
もちろんその循環でその本人は意味があると思ってるんでしょうけども、客観的に見て、相対的に意味は薄いものだったり、なんか知んないけどもやらなくてもいいことに一生懸命やったりとかね、まあ、だからこそ、まあ、人生は差がついていくのかなと思いますし、その通信簿っていうのはね、だいぶ評価が変わってくるんでしょうね。すごくね、効率よくお金を使える人ってとにかく時間を作るのがうまかったりするんですよ。だから通信簿の点がどん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 上がっていって、人生の中盤から後半にものすごく圧倒的な差がつくんですよね。30代とか40代で、なんかこの前調べたんですけどね、貯金額が100万円以上ある人と100万円以下の人っていうのが綺麗に2分の1になってるんですよ、ね、30代、40代、50代、60代100万円以下の貯金額の人が半分なんですよね。20代では 70%、75% ぐらいの人が貯金額100万以下なんですよ。このぐらい分かれちゃうんですよ。で、100万以上の貯金がある人っていうのは別に100万円あるわけじゃなくて1億とか2億とかあるんですよね。このぐらい激しく分かれてくるのは時間の使い方にものすごくね差が出てくるからなんでしょうね、きっとね。いや本当に悲しいぐらい時間無駄にしてるんですけども、なんか無駄にすることに一生懸命なんですよね。で、本人はそれでなんか充実してるんですよ。だから立ちが悪いっていうかね、なんか一生懸命やってて金がないっていうのは本当に人生の後半の方でものすごくダメージを得ちゃうし、でそれに気づかないからこそまあそうなっちゃうんでしょうね、きっとね。私とかも本当にね恐ろしいですよね。その時間が無駄に過ぎていくこととか、自分の時間が無駄にねこの食い尽くされていくことって恐ろしいですね。だからはっきり言って寝てる暇がないみたいな感じになっちゃうんですけどね。はい、時間についたなんかヒットポイントですね。で、増えることがないというね。で、3つ目の一問一答言いましょうか。一問一答の3つ目は愛についてですね。愛はどう思いますかってことなんですよ。私は愛の定義は利他力なんですよね。誰かのためにどのぐらいできたかなっていうのが愛だと思うんですよ。もちろんここでは自分のためにやることも愛の一つなんですけども、それはちょっと割愛して、私としてはもう愛っていうのはどのぐらい他者のためにね自分の身を避けたかってことなんです。時間とか能力とかまさにお金とかね、それをどのぐらいつぎ込めたかが愛なんですよね。ただずっと気がついていくと自分の時間でしょ、お金でしょ、能力でしょ、これをだんだんね家族以外に避けなくなってくるんですよ。っていうのが、家族は基本的に最後までいてくれる存在なんですけども、家族じゃない人は短い時間で去っていくんですよ。例えば数年とか数十年で去っていくんですよね。もちろん家族も最後には何かの形で別れていくんですけどね、捧げるんだったら家族かなと思いますし、捧げる価値があると思う人は家族にすればいいのかなと思ったりしていますね。だからそこにね、なんかね、なんかよくね、男性は言いますけどね、奥さんの ATM になっているとかね、 ATM 婚ってのありますよね。どうぞ来てくださいって感じですよね。どのぐらい搾取されても俺は揺るがないぜみたいな、そんな根性がね、あると利他力っていうのはかなり豊かなんじゃないかなと思ってね、その利他力をこれからも追求していきたいかなと思いますよね。やっぱなんかこう、なんていうのかな、自分が作ったものを食べてもらえるっていう喜びっていうのもありますしね、自分が作った映画を見ていただける喜びっていうのもあったりするわけなんですよね。自分が作ったコンテンツを見ていただける、受け取っていただけるとかね、まあそんな感じじゃないですか、利他力っていうのは。ただし家族じゃない人に対して、時間や能力やお金を割く時っていうのは必ずその対価をいただくってことになりますよね。例えば他者にお金をね、あげますって言ったら、それ以上のお金をバックしてもらわない限りはお金を提供することはないとか、自分の能力を誰かに割くってことはその報酬をいただかないとやらないとかね、なんかそんな感じになってきますね。自分の時間を誰かに割くってことはそれ相応の金額をいただかないとやらないとか、ただもう家族には一方的に捧げるだけみたいな感じじゃないですか。で、もう一回まとめると、愛っていうのは利他力ね、自分以外の人にどのぐらい能力を割けるかだと思っております。ということで、一問一答を今回3つまとめてお届けしましたけども、まあ、リノちゃんとしましてはね、お金についてはどう思いますかとか、時間についてはこう思いますとかね、で、愛ってのはこうだと思いますみたいなね、ことが3つの動画に分かれるといいんじゃないかなと思っております。まあ、ちなみにですね、今私はこういうふうに、まあ、お金についてはこうだよ、時間についてはこうだよとか、愛についてはこうだよって言いましたけども、これ明日になったら変わってるかもしれませんからね。明日になったらまた別の自分が育まれてますから、明日の視点で見るとなんか違うかなっていうところもあるかもしれません。ということなんで、今日定義づけしたからといってそれを一生持っていってくださいってことではないですからね。やっぱり人はね、
その時その時に応じていろんな見方をします。価値観も変わりますしね。もしかしたらものすごく感情がね高ぶっていて別の答えを出してしまうかもしれません。まあ、それも全部自らの姿ということでいいんじゃないでしょうか。それでは行ってらっしゃい。